動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。昨日ですよ。昨日僕が生放送してる後ろでホークスが、優勝をかけた一戦をセーブライオンズとやっておりましたけども、まあ僕は勝ってると思ってるんですよ。引き分けでも優勝できますから、で僕が見た時点で引き分けだったんで、まあ、これは優勝かなと思ってね、もう放送してる間にもう優勝見れないの仕方がないかなと思ってたんですけどもね、山川選手の逆転サヨナラホームランで、サヨナラホームランで、負けてしまいまして、もうなんかね、だから最終戦今日まあ、10.2 と言いますよ、そのリーグ戦の終わりで最後10月2日が終わりなわけですけども、この 10.2 でですね、全てが決まるということで、引き分け以上だったら勝ちで、もしくはオリックスが負ければ、優勝ということで、なので条件としてはあれですけども、最悪のパターンというのはホークスが負けてオリックスが、勝つで、これで逆転優勝、オリックスがということで、まあそうなってしまうとちょっとかなり辛いんでですね、もう本当に、最後の一瞬まで諦めないようなそういう姿勢を見せてほしいなと思うのと同時に、地上波の放送がない、こんなめちゃくちゃ視聴率が取れそうな時に地上波の放送がない、まあ仕方がないですよ。コロナで選手が出場できなくて、チーム自体が試合できなくって、んで延期になった試合とかがあったんで、多分放映権的な部分でまあ多分買い取れなかったんでしょうね、まあだからそういうところもあって地上波での放送がないんで、まあこれは民放のテレビ局みんな悔しがってるだろうなと思いますけど、まあ唯一 NHKBS1 が唯一まあ、緊急で放送するっていうことなんで、まあ、そこら辺はすごいなと思いますけども、まあ、逆に言うとなんかそうやって放映権料っていうのがダゾーンだったりとか、そういうスポーツ専門の配信サイトに、まあ、放映権っていうのを買われちゃってるのかなって考えたりすると、まあなんだろうなって感じしますよね。ですからとりあえず今日は NHKBS 見ながら、ホークスを最後の最後まで応援しようかなと思っております。はい、ってことでございまして、まあ昨日は結構しんどいことがいっぱいありましたので、今日は嬉しいことをね、読んでいきたいと思います。登別マリンパークで飼育されているキングペンギン白内障手術成功。北海道登別市の水族館登別マリンパークニクスで飼育されているキングペンギンのキング青白くんですね、27歳オスが白内障手術を受け視力を回復した。元気な姿を再び見たいとスタッフが高齢ペンギンでは極めて珍しい全身麻酔下での手術を決断した。術後の経過も良く、来月には来館者の前に登場できそうだということでございます。で、スタッフがこの青白くんの視力の衰えに気づいたのは2019年の夏頃、餌の魚を目で追わなくなり、他のペンギンにぶつかりながら歩いていた。徐々にスタッフにも反応を示さなくなり、21年の年末、白内障で視力喪失と診断された。青白は館内にペンギン館がオープンした1998年にやってきたサイコさん。飼育課長の、吉中さん、50歳はパレードでは一生懸命仲間を先導してきた。その青白が仲間から離れ、屋内飼育場での隅で壁に向かいじっとうつむいている姿は見ていられなかったと振り返る。白内障の手術は犬や猫では一般的だが、平均寿命、野生では約20年を大きく超えた高齢ペンギンでは稀だ。それでも水族館は全身麻酔や手術によって命を落とすリスクを承知の上で決断した。獣医師の松本さんは何もせず余生を過ごさせる選択肢もあったが、青白の生活の質を改善させてやりたかったとスタッフたちの思いを説明する。酪農学園大附属動物医療センターで7月8日に行われた手術は1時間半に及んだ。立ち会った松本さんは麻酔から覚めた青白がキョロキョロと周囲を見回した時成功を確信したという。青白は屋内飼育場で経過観察中のためまだ泳いだりはできないが、階段を認識しながら歩き回るなど活発さを取り戻しつつある。プールで泳ぐところを見たらきっと泣いちゃいます。
スタッフは、女性スタッフは後輩ペンギンたちと一緒に元気な姿を来館者に見せられる日を心待ちにしていたというわけでございます。見たいですね。北海道行って登別、マリンパークニックスにいる、キング青城、いいね。なんか馬娘にいそうでいいですね、名前が。でまあこういうのって本当に日本の水族館動物園のあるべき姿かなと僕は思いますし、まあ一つの理想なのかなと思いますね。で海外だとこうやって、例えば病気なんかで日常生活に支障が出たとか、まあ、健康な、生活を送ることができなかったら安楽死を選ぶとかっていう、まあ、場所結構ヨーロッパでは多くあるんですけども、そういうことじゃなくって、高齢になったとしても、まあ、しっかりと、そういう治療を受けられることができる、まあ、そういう技術っていうのをしっかり確固たるものにして、高齢になっても健康に、なるべく健康に過ごしてもらうっていうね、これを目指すのが日本の水族館だったり動物園の姿なのかなと思いますね。でまあこういうのって記録に残ったら、で海外でそれを参考にしてこういう手術もできるっていう選択肢が増えるわけでございますからね。まあ、とにかく選択肢があれば、安楽死だったりそういうのも防げる可能性もありますから、まずね、日本国内ではそういうことをやってますよっていう姿勢を、日本全国の水族館動物園でやっていくべきなんじゃないかなと思いますし、まあ、これは本当に非常に、いい例じゃないかなと思いましてですね、まあ、ぜひ北海道なんか行く機会があったら行ってみたいなと思いますね。登別ちょっと札幌から遠いのかしらね、というわけでございますのでですね、逆に言うと北海道近い方はぜひぜひ僕の代わりに、見てきてくれないかなというふうに期待をしておりますので、ぜひ誰かこのポッドキャスト聞いてる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。ということでございまして、今日のニュースは白内障のペンギン手術成功ということでございました。